ウモミジの葉がそれぞれ違うのがすごく特徴ですね。これね、うん、じゃあこの葉、ああそうだね、この1種類でしょ。でこれはほら、この2種類、琴の糸っていうね。ねえ、細いのね。でこれ 3種類、細いんだね。そう、でも太いのもあるの。ああそうだね。すごく葉が3種類楽しめちゃう。それで、はい、この赤いのね、はい、この赤いのは葉緑素がないから木としての活動しないの、うん、だからあんまり早くにやると次芽出るけど、うん、木がちゃんと活動しないうちにもう一回芽出させるからすごく木が弱っちゃうわけ、うん、だから葉っぱが緑色にならないと葉がりできないわけ、この赤い、ね、赤い葉っぱのものは。それから葉っぱがちっちゃかったりこういうふうに細かったりするのも、はい、やっぱり葉緑素が少ないから、うん、他のものよりも十分に木としての活動をしてから切んないと木が弱っていっちゃうわけ、うん、だから、うん、モミジって食事に言うけど、モミジの種類によってやっぱりやる時期が多少違ってくるわけ、うんうんうん、あ、その葉刈りをやる時ですよね、うん、やる時期がね、うん、だから絶対赤い葉っぱのものは赤い葉っぱのうちにやっちゃ絶対ダメ、うん、もう一回赤いのは出るけど木がすごい弱っちゃうわけ、うん、葉刈りっていうのはだって一回秋に紅葉して落ちた状態にするわけでしょ、人工的に葉を全部取って、だから木がすごい疲れるわけね、うん、疲れるのに木としての活動、赤いうちは葉緑素がないから炭酸同化が作用しないから木としての活動してないのに2年分の仕事をやらしちゃえばすごい弱っちゃうわけ、うん、だから赤い葉っぱのモミジは必ず赤から緑に葉っぱがなってからやるようです。はい、それから葉っぱの小さい種類ね、小さい種類も同じ、十分に、の葉っぱが充実してから、はい、この葉っぱの細いのも同じ、やっぱり葉緑素が少ないから、はい、あんまり早くやると木が非常に疲れてしまうということね。うん、じゃあまだ今はやらない方がいいですね、うん、こういう状態の時はね、この状態になったら、うん、で、でこういうふうにこけるわけね。はい、うん、こうあるでしょ。はい、こういうふうにこう、上の方をもう切っていくっていう感じなんですね。それで日がよく当たるとこから切ってもらって、はい、日当たりの悪い中の方の枝は葉っぱを切らない方がいいわけ。あ、そうすると葉っぱがあるってことはあの木として活動してるわけね、はい、葉っぱがないところはお休みしちゃうから、葉っぱが出るまでは、うん、だからあの中の方のちっちゃい芽が活動しないようにあの葉っぱを残しておくとお休みしないから、うん、あの枝が弱んないわけ。ああそういう風なのなんですね、うん、だから葉刈りって言ってもやっぱりそういう調整も葉刈りの目的の一つの、ああ大事なんですね、うん、大事なのね。だからなるべくだったら日のよく当たるとこからこうやって取ってもらう。あで中の方の弱いやつね、はい、は葉っぱを残しとく、残しとく、うん、うん、それは葉っぱが残ってるってことは木がちゃんと活動してるから枝が充実するわけね。うん、それじゃないで全部取っちゃうと中の方のはまた弱くなっちゃうわけ。そうすると冬の間に枯れちゃうから、あ枝が根が出ちゃうから、うん、だから葉刈りをするときは必ず日当たりのいいとこからこうやって葉刈りをしてて、下の方の中の方の弱い芽はやらないということね。はい、これもじゃあ上のこれは全部葉を取っちゃって大丈夫なんですか。日当たりのいいところもあるね。あ、日当たりのいいところですね、うん、太陽が当たる場所は、うん、で中の方の小さい芽は、はい、あの葉っぱを取ることによって今度そこへよく日が当たるじゃん、うん、そうすると枝が充実するから
中の方のも冬になって枝柄が出にくくなるんですね。で赤いのは必ずこういうふうに緑色になってからやるということ。はい。いいかな、上がりは、はい、そういうことで、また分かんないことがあったら聞いて。はい。全部やっちゃうとあれだから、とりあえずここだ、この部分だけね。はい。こういう感じで、これも今時期これぐらい充実っていうか、この色の葉の色になったら行った方がいいんです ね、うん、ね。これはいつまで大丈夫ですかね。ずっとやり続けた方がいいですか、また葉が出てきたら。いやー、あんまり何回もやると1年に1回きり落ちない葉っぱを3回も4回も落としたら木は弱っちゃうぜ。ああ、そうですね。だからそこはその人の置き場とか、うん、それから木の元気さとか、そういうのによって、それは自分なりにもう経験する気ないんだよね。うーん、僕らが何回ですっていうのは断言できない。あー、そうですよね。置き場にあったり、あのあれだから。お兄さんはだいたいこういうふうにあのやるときは1回で終わりにしてる流れですか。だいたい1回だね。はい。いっぱいあるから何回もできないから。ああ、そうですよね、うん、もう数がたくさんありますもんね。それで剥がれをした時に、はい、枝が混んでるようなところは ありますね。枝抜いていくってことね。うん、じゃあこの場合も今やった方がいいんですか。そう、だから例えば、はい、これね、枝になる部分でしょ、はい、でここ立っちゃってるじゃん上に、うん、はい、立ってますね。そしたらこう短くこう切っておいていけば、こう自然に枝になって。ああ、そうですね、針金をね使わなくても自然に枝がこうなっていってますもんね、うん、それから今ちょっと待ってね。はい。これは葉っぱが左右に出てんでしょ。はい。これ上下に出てんでしょ。上下に出てますね、うん、でこれ左右でしょ、でまた上下でしょ、うん、だから枝の時には必ず左右の葉っぱがついてるところで切る。はい。そうすると今度枝が横にこう出てくる、うんうんうん、ところが上下のところで切っちゃうと上と下へ出ちゃうから両方とも使えないわけ、うん、はい、だから必ず枝の時は剥がれをした時に左右に葉っぱがついてるところで切る、はい、それから切る時にはあんまりギリギリで切らない。ギリギリで切るとそこに今度肉が入ってこぶになっちゃうから、うん、だから切る時には必ず、まあちょっとオーバーに言えば一つ先のすぐ下ぐらいでこう切る、はい、こういうふうにね、はい、それをこういうふうにこう切っちゃうとここ に肉が湧いてこぶになっちゃうから、あ、ボコってなっちゃいますもんね、うん、だから左右の葉っぱの少し長めに切ってもらうと、はい、これが一番大事なことなんだ、はい、葉っぱを取るだけじゃなくて、うん、そういう剪定をしないと。そうですね、お分かりかな、はい。